バルーンはイギリスの路面電車であるブラックプールトラムで1934年から使用されている電車の愛称。2階部分にも座席が存在する2階建て路面電車である。この項目ではバルーンからの改造によって登場した車両についても解説する。1930年代、ブラックプールトラムでは老朽化が進んでいた旧型車両を置き換えるため大規模な 新型電車導入プロジェクトが進められていた。その中で1階建てのブラッシュ、屋根がないボートと共に導入されたのがバルーンと呼ばれる電車である。炭鉱運転を前提とした中央部に乗降扉を有する両運転台車両で1階と2階をつなぐ階段は車内中央部に設置されている。通風は開閉可能な窓を使って行われ、 当機はサーモスタットによって制御されたラジエーターを用いる暖房が使われる。1934年に導入された試作車を含む最初の13両は2階部分に屋根が設置されていなかった一方、同時に発注が行われた14両については、製造当初から2階部分も屋根や窓が存在する密閉型の形状となっていた。導入当初、 前車については置き換え対象となった旧型の2階建て電車に、ちなみ、ラグジュアリードレッドノートという愛称で呼ばれていた。第2次世界大戦中に輸送量の増加に合わせて、密閉式の2階建て電車の需要が増加したことを受け、1941年から1942年にかけて、ラグジュアリードレッドノートの2階部分に車体を増設する工事が施行された。ただし座席は、 従来の木製座席が維持された。また、敵軍の飛行機からの視認性を抑えるため、緑色の面積を広くした塗装への変更や、電球へのフードの設置などの対策も実施されていた。二階建て車両であるがゆえに一階から二階間の移動など、乗客の往来に難があることや、戦前性の車両であり、陳腐化が懸念されていたことから、 第二次世界大戦後は高性能路面電車である PCC カーの技術を用いたコロネーションへの置き換えも検討されていた。しかしコロネーションに不具合が多発したことや2階建て路面電車自体がブラックプールトラムの重要な要素になっていたことを受け1971年に運行を離脱した2両や事故により廃車された車両等を除いたほとんどの車両が 以降も営業運転に用いられた。21世紀に至るまで長期にわたって、ブラックプールトラムの主役として活躍し、信頼性の高さを維持した一方、1980年代には、電気回路の再配線、内装の改修を含んだ大規模な改修工事が行われ、工術のように営業を離脱した車両を中心とした、車体改造を含む更新工事も実施された。また、 1968年には車両番号が237から263から700から726へと変更された。2012年、ブラックプールトラムでは抜本的な近代化の一環として、超低床電車のフレキシティ2の運行が開始された。これに伴い、それまで使用されていた高床式電車の多くは営業運転を終了したが、 それに先立つ2009年から2012年にバルーンの一部車両がバリアフリーに対応した乗降扉部分への変更を含めた更新工事を受けた。当初はフレキシティ2の保管用に投入されたがフレキシティ2の増備に伴い2019年現在は旧型電車を用いたヘリテージサービスに転用されている。それ以外の車両についてもブラックプールトラムに加え クリックの国立路面電車博物館など各地の施設で保存されており、その中には1985年に開業100周年を記念し2階部分の屋根が再度撤去されたプリンセスアリスの愛称を持つ706も含まれている。761-762人員削減と乗客増加を目的にブラックプールトラムで ワンマン運転が開始されるにあたり、バルーントラムの内ち長期にわたって、運用を離脱していた2両を改造する形で導入された形式。車体はそれまでの流線型からバスに類似した脳型体状の心臓車体に交換され、車体長が延長されたことに伴い大枠も延長、及び強化がなされた。ワンマン運転に対応するため、乗降扉の位置も変更され、 1979年に改造された761は側面左端に移設された一方、1982年に改造された762は乗客の流動性を向上させる目的から中央部にも扉が増設された。階段の位置は運転台後方に移された。当期はワンマン運転を実施した一方、利用客が多いかきは一人の車掌が乗務したが、 二人の車掌が必要なバルーンと比較すると大幅な人件費削減につながった。2001年から2002年にかけては内装や照明を中心としたリニューアル工事も実施された。ただし改造にかかる時間と費用の問題からこれ以上の増備はなされなかった。フレキシティの導入に先立つ2011年11月に営業運転から引退して以降も両者とも現存しており、 うち761は国立路面電車博物館で保存されている。7071998年から2004年にかけて車体更新工事を実施した形式。バルーンを種車にした4両が導入された。運転台の形状が変更され、全照灯が増設されたことで視認性が向上した。一方、ジュビリーと異なり乗降扉や階段の位置はそのままで。 バルーン同様営業時には二人の車掌が必要となった。全消灯の位置をはじめとする細部は車両によって異なる。2009年以降はバルーンと同様にバリアフリー対応工事を受け、フレキシティにの導入以降も2013年まで定期列車に用いられ、2019年現在は718がブラックプールトラムの観光列車に使用されている。ありがとうございます。